好きだと言われて顔が近づいてきました。必死で抵抗すると、何もしないから静かにしろと言われた。逃亡中の重要指名手配犯、小暮博士。あなたはこの顔に見覚えないだろうか。1998年1月14日、群馬県で日本全国を震撼させる事件が発生した。その日誕生日だった母を含め、一家3人が自宅で惨殺され、若い女性が脅迫された。犯人は成人式を終えたばかりの20歳の長女を脅迫した後、深夜の闇に消えた。この衝撃的な事件から25年が経った今も、逃亡犯の小暮博士容疑者の行方は分かっていない。このビデオでは、当時28歳だった小暮の顔を、年齢と経過した時間を考慮して、最新の AI 技術で予測した現在の顔を公開する。彼の年齢は現在53歳。懸賞金は300万円。事件発生から25年以上が経過した現時点で、未だ解決に至っていない。この事件の物語は、群馬県で彼がトラック運転手として働いていたところから始まる。小暮はとあるドラッグストアへの荷物の配達を担当していた。地味な青年で、感情を表に出さず、他人と関わることが少ない人物だった。しかし、ドラッグストア店で働いていた被害者一家の長女に対して、異常なまでの執着を見せ始める。事件が起きる2週間ほど前の年末、勤務先のドラッグストアに停めた長女の車に、容疑者からの手紙が挟まっていたという。会って話したいといった内容だったので、一回は無視して帰ろうかと思っていました。でも、きっぱりと断ろうと思って、お店のそばに止められていた容疑者の車に向かいました。容疑者に会うと、何でもないと一言。その場でのやり取りはほんの一瞬だった。その後、家に車で帰る途中、容疑者は車で後をつけてきて、自宅近くに来ると、ヘッドライトを点滅させ、合図を送ってきたという。その後、容疑者は仕事を辞め、別の人が配達に来るようになった。これでもう会うことはないんだ。もう終わった話になる。そう思っていました。1998年1月14日、その悲劇的な日は、雪が降りしきる冷たい冬の日だった。長女とその家族は、普段通りの生活を送っていた。朝は穏やかで平和だった。長女は店での仕事に出かけ、両親は家で家事をこなしていた。一家の生活は一見普通に見えたが、この日がその後の運命を大きく変えることになるとは誰も思っていなかった。仕事から帰宅した長女。部屋に向かう階段を上っていたところ、突然誰かに腕をつかまれ、振り向くと容疑者がいたという。家族は自宅にいるはずの時間だった。大声を出せば家族が気づいてくれると思って、声を出しましたが反応がありませんでした。その後、長女は階段脇にある祖母の部屋に連れ込まれた。そこで、馬乗りになられ、身動きが取れなくなった。好きだと言われて、顔が近づいてきました。必死で抵抗すると、何もしないから静かにしろと言われた。その後、容疑者は突然、長女の口を塞ぎ、首を絞めてきたという。これはまずい状況だと思って、思い切り容疑者の手を噛んで、そしたら体が離れた。その後、容疑者は室内をうろうろしながら、逃げるんだったら、山に逃げるか、都会に逃げるか、どっちに逃げるか、と長女に聞いてきたという。家族は薬で眠らせている。取り返しのつかないことをした、などと言い残し、容疑者は家の外に逃げていった。その後、長女は警察に通報し、警察署で調べを受けた。事件当日、通報後の様子を振り返って、長女はこのように語っている。110番通報した後、近づいてくるサイレンの音を待った。やがて、サイレンの音が増えて、家の前に止まるのが分かった。外に出ると、サイレンを聞いた近所の人たちがわらわらと家の前に集まり、あっという間に人だかりになった。駆けつけた警官とどんな会話をしたのか、記憶が抜け落ちて覚えていない。一体何が起きているのかわからず、ただ聞かれたことに答えていた。
女性警官がずっと私のそばにいてくれた。私の背中に手を触れた時、自分が震えていることに気づいた。事情聴取のため、家族の安否もわからぬまま、警官に促されて覆面パトカーに乗り込もうとした時、人だかりから私の名を叫ぶ兄の声がはっきりと聞こえた。お兄ちゃんが来たから、もう大丈夫だから。人だかりの中で見つけた兄に、こみ上げる涙で、うん、とうなずくことしかできなかった。あの時の涙は、ごめんなさい、の涙だった。ごめんなさい。私のせいで、家族が大変な目に遭ってしまった。私のせいだ。私のせいで家族が。祖母と両親の死を知ったのは、警察で調書を取っている時でした。そこで目にしたのは、一枚のメモだった。机の上に三人の遺体がある。というメモがあり、そのメモを見て家族三人の死を知りました。そんなわけない。これはきっと悪い夢。こんなこと起こるわけない。お腹の底から冷たくて、真っ白い何かが全身を支配するような、そんな感覚がありました。小暮容疑者は長女へのストーカー行為がエスカレートし、最終的には一家三人を殺害してしまったとされている。具体的には、用意していた刃物で父親と母親をめった刺しにし、その後祖母の首を絞めて殺害した。長女はその場にいなかったため、幸いにも彼女は無事だった。長女が帰宅した時、小暮は家の中で彼女を待っていた。恐ろしいことに、彼は事件現場で、母親が作っていた味噌汁を飲んで待っていたそうだ。一体どんな心境だったのだろうか。祖母の留美さんは長女にとても優しかったという。商売をしていた人で、気を張って生きているような人でした。でも孫の私にはとても優しく、顔をくしゃっとさせて笑うおばあちゃんを思い出します。父の武雄さんは真面目で厳しい人だったという。父は真面目で厳しい人だった。ただ、娘の私には甘かったんだね。母の千鶴子さんは優しく明朗快活な人だったという。親子喧嘩はしばしばしていたが、思い返せば母が好きだった尾瀬散策に誘われたとき、一緒に行って景色を見ればよかったなと思う。死ぬのは私一人でよかったのではないか、なんで私をつけ回していたのに、私の周りの人が死ななければいけなかったのか。私のせいで殺されてしまったという罪悪感があり、押しつぶされるような思いに耐えながら生きてきた。群馬県警では小暮容疑者を殺人の疑いで全国に指名手配し、今も行方を捜査している。その後の小暮広志容疑者の行方は全く分からず、25年が過ぎる今も未解決のままだ。彼がどこにいるのか、何をしているのか、生きているのかさえも分からない。それでも、被害者の家族や警察は彼を見つけ出すために努力を続けている。このビデオは、小暮広志容疑者を探し出すため、そして全ての未解決事件が解決に向けて一歩を踏み出すための一助となることを願っている。私たちが一緒に立ち上がり、未解決の事件に光を当て、被害者とその家族に正義をもたらすことができれば、世界は少し明るい場所になると信じています。最後に、長女とその家族への深い同情と敬意を表します。彼女たちは25年間もの間、不安と恐怖の中で生きてきたが、それでも彼女たちは決して希望を捨てなかった。彼女たちの勇気と力強さは、私たち全てに影響を与えています。未解決の事件が一日も早く解決されることを願っています。